まあ、最後は中国との話題ですね。尖閣で解放の船とぶっかって10年、岡田さんが言い訳してる記事が今日すごいいろんなところで出てましたけど、うん、他に手がなかった、いやだから外交でそれやったらあかんやろっていうところが一番ですね。てかそこを考えるのが政治家だと思うし、考えつかなかったんだ、考えつかなかったで、何も握手を取る必要はなくて、まだこう立ち止まってる方がマシだったと思いますよ、岡田さん。あの犯罪者に組する国家はやっぱなめられますし、国際社会から非難食らって当たり前だと思いますので、それは何度も日本やらかしているのはご存知の通りだと思いますけれども、やっぱこう犯罪者には自国法を持ってちゃんと服役なり処罰を受けていただくっていうのが、たとえその母国からいくら批判を受けようが知らんと、それぐらいのことをやらないと日本が国家として成り立ってないなというのを感じる、その岡田さんのコメントねを見てか思うところでした。でそんな当の中国はなんかあの米国債を売る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 って売ってやるぞ売ってやるぞ売ってやるぞみたいなことを言ってるらしいということを産経の記事に見たんですけど、まあ、記事のタイトル言ってみますか。苔脅し極まる中国、習政権の米国債売却、日本はじめ同盟国と FRB がしっかり買い支え、共産党幹部悔しがるって書いてあるんですけど、アメリカって軍事力大きいじゃないですか。だからこう敵対国になった国の米国債って紙切れにできちゃうんですよ。召喚しないよって言っちゃえるんですよ。だから中国がいくら売るよ売るよ売るよっつって市場に流すよ流すよ流すよって言ったとしても、もうガチでアウトになった瞬間に売れなくなるんですよ。ただの紙切れになるからね。米国債の価値が100ドルどころか0ドルになるから、市場に流してもお前のその米国債使い物にならないから買わねえよってなるわけですよ。だって買ったら値上がり復帰しないんだもん。ね、そんなあの資産価値ゼロなもの買ったらしょうがないじゃない。それにね、こういっぱい持ってますよって言って、インサイダーとかだってそうだけど、売るよって事前に制限して宣言して売ったら見ないんだよ。だから敵対的 TOB とかは、いや意味があるんだよね。逆に買うよって宣言してみんなに公表して買うよって言うから、こう周りがガラ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  やり始めるわけじゃん。それは売るよもそうでさ、なんて言えばいいかな、まあ、買うよの方はまだいいかな、値上がりするだけで。だからね、それがあの買った側の資産価値がこう結局ダメだったらチボーンってなるのは別に置いとくとして、まあ買うよって言って市場が大きく動くのはいいけど、ただね、こう紙切れやった瞬間にただその資産がポイって譲られるだけで、米国債の価値は別に下がらないんだよね。市場に流通してるのの価値は下がらないから。市場に流通してる中国保有の米国債以外の米国債は普通に回るんだよ、うん、だからいくら売るよ売るよって言っても、だからもう中国にはちまちま売り続け、ちまちま売ってちょっとずつ減らしていくか、バレない程度にかバレてるけどね。バレちゃうよね。そうだって発表してるからバレてるからバレるんですけど、でもまあそうちょっとずつバレないようにと思って願って売り続けるか、またはもう持ち続けるしかない。あ、もちろん洗い替えはしますよ、洗い替えしますけど、それ以外に道がないだろうなと、普通に考えたら思うわけです。でこのうるうる詐欺をやってる時点で、いやもう脅しにならない手を脅しに使っているっていう見たことがある風景がすごく展開されてるなと。だって脅しになってないでしょ。あの売っちゃ困るだろお前って言われてる側はアメリカ政府ね、いいよ別に俺らお前ら その米国債その債権全部価値ゼロにするからいいよって思ってんだよ。なんかいないし、いつでもどうぞって言ってたんだよ。あの本気でやったらお前らのその債権ゼロなって言ってやるからなって
こういつでも手ぐすで引いて待ってんだよ。私が中国、まあ、習近平だったとしたらさ、売れないよね。1兆ドルっつったかな。1兆ドルの特別損失だよ。中国吹っ飛ぶよね、多分ね。無理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 。え、1兆ドル1000兆円？違う、100兆円か。単純計算で今だと105兆円ぐらい？105兆円から106兆円ぐらいのやつが一気に特損でゼロにズドーンってなるんだよ。日本の GDP の 20% 以上が、まあ今年は分かんない、去年とかの GDP の2割とかがいっぺんに特損でズドーンってなくなる。しかもただのゼロになるんだよ。たまんないよね。値下がりして値上がりまだ戻る可能性があるんならいいけど、もうそれ戻んないんだよ。ただのゴミ切れ、なんか紙として売れるだけ普通のトイレットペーパーの方がマシという状態だよ。紙として書いてあるトイレットペーパーの方があるんじゃないかなというレベルになってしまうよ、本当に。いや、そういう脅しに手を出してきてる時点で中国国内で実は金が回ってないんじゃないかなというのが結構私の思うところ。最近、まあ一応多分多少入国が許されてきてるのか知らないけど、たまに中国の観光客見るのですよね。もちろん人数はまだまだ少ないけれども、で、羽振りがものすごく悪い。ちょっと前までだったらこうデプッとした親子がいてさ、でこう着ているもののどっかかっかに貴金属が見え隠れするようなのが成金趣味なのがすごい見えたんだけど、今着てるのってそんなでもないんだよね。まあ、来れるんだからそれで金持ってるんだろうけど、でも多分その旅行代金にそれなりに金を割いてるけど、同時に逃げる算段でもあるんだろうなっていうのが私にはすごい見える、うん、まあ売れるんなら売ってみてほしいなと思ってます、うん、まあもちろん市場はすごい混乱することは間違いないでしょ。最近市場がめちゃめちゃ混乱することは間違いないと思いますが、ただ中国が思ってる以上には絶対にはよりほどは混乱しない。だってみんな織り込み済みなんだもん、トレーダーにしてみれば、うん、敵対国の債権をゼロにするんだよアメリカ政府はっていうのはみんな知ってて、いざなったら、ああまたやったよ畜生、まあいいや別に値下がりしないからいいかってなるのが普通なんだよね。まあ損するのは中国だけと、中国人民の税金がこう水の泡というか、ただのこう砂粒というかゴミ切れに変わるのか、それとも、いや本当に中国どうやってアメリカと戦争する気なんだろうね、戦争して言っちゃったけど結構不思議、こんなに米国債持って首輪つけられてるのにどうやって戦争する気なんだろう。私にはいやこう両手両足縛られてね、アメリカにだよ、でこうなんか拮抗縛りでもされてる状態で用意ドンってやられて、無理ですけどって普通思うんですけど、その辺どう考えしようか、シーチンビさん、コメントはいらないから記者会見かなんかでどう思ってるか教えていただけると私大変ありがたいと存じる次第でございます。はい、ありがとうございました。